作戦失敗だ。分かってたよ。秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして？ エレン、どうして私がわからないの？いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。敵はまだだ。回収するまで、エレンを巨人から守ると。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて、彼を守るんだ。 こいつのために今回数百人は死んでる。まだ手順なんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を死なせる。どうやって巨人に勝つ。そんな方法私は知らない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って蹴られに尽くすしかない。 しのいだな。しかし、そろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。 ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。 狙う。了解だ。味方、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。もう一押し。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。
出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。 大丈夫。ミカサたちも気をつけて。 なんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。 倒れた。次、潰す。邪魔しない。あるね。ミカサ、作戦は？エレンは暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのでエレンを守っている。特に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。 Yeah.
進行速用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。エレンに私が話しかけて反応がなかった。もう誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。邪魔しないで。僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、私たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。我々の命と引き換えにしてでも、エレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも、巨人どもを俺たちに引きつけろ。
屈指の逸材って噂は本当だな。巨人に勝ったよ。